じゃあ佐藤君お願いします。はい、オババーズの勝手に地元 PR。 はい、ということでこのコーナーはですね、おばちゃんグループのオババーズが勝手に地元を PR するというコーナーとなっております。はい、今回はですね、どこに行ってきたんでしょうか。それでは VTR 仏像。あれ、いや、どうぞやろ。オババー、オババー、オババー、オババ、国富町ってイルミネーションが綺麗で知ってました？いや、知らないね。初めて聞きました。道沿いよりもすごいもっと綺麗な場所があるんですけど。うわ、行ってみたい、行ってみたい、行ってみたいね。じゃあ皆さん一緒に行きましょうか。うわー、行きましょう。じゃあレッツゴー。ということで、目的地を教えてもらわずに国富町の県道沿いに電飾されたイルミネーションを見ることおよそ10分、オババーズの皆さんが到着した場所は、いやーすごい、いやーすごいすごいすごい、うわー、これはすごいね。うわー、本格的だし、わー、何このトンネル、うわーすごい、うわーすごい、うわー綺麗ねー、うわーすごい。こちらのイルミネーションはおよそ20年前から国富町役場で毎年この時期に行われている真冬の七夕。役場敷地内にはおよそ10万個の電飾が設置されています。主催している真冬の七夕実行委員会には町の青年団や婦人会のほか、地元の高校生ボランティアなど多くの町民が参加し、イルミネーションの設置、管理、撤去までの作業をしています。見る人の心を温かな光で癒すことをコンセプトにしたこのイルミネーションには、町民みんなで街を盛り上げていこうという願いが込められ、現在では町内外から家族連れやカップルなど多くの人たちが訪れています。期間は1月12日月曜日まで、時間は午後5時から午後9時までです。鈴木さん、どうですか？いや、本当に綺麗よね。佐藤君、誰とかと行けるといいね、これね。はい、ゆきちゃん、ゆきと行きたいな。視聴者の皆さんもお時間ある方はぜひ出かけてみてはいかがですか。すいません、地元の人ですか？こんばんは。素晴らしく綺麗ですね。ねえ、いつもいらっしゃるんですか、お宅たちご夫婦で？初めてです、今年は。あ、そうなんですか。はい、ましてこういう役場の前なんて珍しいですよね。ですね。こんばんは。ここはよくいらっしゃるんですか？はい、毎年来てます。あ、すごい綺麗です。そして音楽も流れてていいですね。ですね。ね、癒されますね。癒されるね、本当にこの気持ちがね。こんばんは。こんばんは。このイルミネーション今年1回目です。1回目、ああ、今からだよ。よかったね、いい出会いがあってね、私たちに会って。オババーズでーす。あ、そう、ここのイルミネーションってすごい素敵。毎年こんな感じ？はい、お友達と来るわけ？ここは彼氏で来るんですよ。何かありますよ、クリスマスの思い出。はい、あります。どんな思い出がありますか？プレゼント。プレゼント、私たちのね、若い頃っていうのはもうすごいプレゼントっていうのはなかったんですよ。今思うと、お芋さんか大根だったじゃないかなと思います。だから今の若い人たちはすごいプレゼントがあって、私羨ましいなと思います。また若返りたいなって、このイルミネーションを見ながら
つくづく思いました。イルミネーション見たらこう癒されたりしますか？あ、まあ、結構癒されます。もうここね、噂には聞いてましたけど、綺麗なっていうのは、まあ、昔前一回来ただけで、その時そのこんな印象なかったですけどね。まあ素晴らしいですね。色がいっぱい使ってあってね。誰と来たんですか、その時は？どうやったかな寂しくこのイルミネーションを見て、なんか恋愛のこととか思い出すことないですか？ねって言いたいんですが、残念ですね。特に恋愛はクリスマスに関係なく年中ですので関係ないです。ただこういうイルミネーションの時はやっぱりそばにいるのは本当にこう心許せる人が嬉しいと思いますね。男女関係なくです。恋愛のエピソードって何かありますね。私は素晴らしい社長に出会いがあって、もうプロポーズされました。でも私は自分が勉強があるので東京に行きました。でも東京でも国学院大学生のバスケットキャプテン、名前は言いません、今でも覚えてますその方とはすごいやっぱしね、恋愛しましたよ。でも懐かしいですね。私の本当今頃の時期っつったら、博多の街で5人ガラスで5人の仲間がおって、ほんと番長ですよ。もう博多のやりましたね。そういう思い出がほんとここ来てイルミネーション見ながらもう昔を思い出します。もう年は昔に帰ってます。そうですね、木村さん面白いですね。つぐさんですか、はい、あの人とこう会話してると楽しくなるので、クリスマスよかったら一緒に食事しながらでもやってみたいなっていうのはありますね。ああいう会話の面白い人って楽しいじゃないですか。楽しいこと大好きなんですよ、この土工さんっていうのは。土工さんというのは、ね、ちなみに佐藤さん分かります？おい今日は国と電車が分かってよかったよね。このイルミネーション最高、来てよかったよね。最高じゃないですか。だからもう皆さんにね、この国と見に来て、ね、こういうね、見てもらいたい、素晴らしいイルミネーションを見て、見てほしいね、豊かになって、そう、国と見のイルミネーションぜひ見に来てください。いやーね、佐藤で誰か、いや俺や、え俺や俺や、あこの佐藤、いやこの佐藤しかいないでしょ佐藤だったっけ、いや久美子さんかと、あそっちか、いや違うでしょクリスマス一緒に過ごしたいって言ってて、しかもオバマーズのコーナーの佐藤といえば、い僕があの声振りとかしてるのにだからどこさんはつぐさんしか見てないから、つぐさん、まあ、俺もつぐさんやないからね、つぐさんとか言われたことないからね、木村つぐさんでなんか怖いのね、なんかあの大正から言ってるおばあちゃんみたいです木村つぐさんって、いや後ろ日本海ですよ、いろんな話ありましたよ、どこさんもね5人ガラスの一人ですから、ブイブイ言わせたんですね、ブイブイ博多言わせてますからね、番長っておっしゃってましたもんね、国学院大学のバスケ部のちょめちょめですから結構情報出してますから、どこさん名前は言えませんけどね、伏せたい伏せたくない、いや伏せたい、いや伏せたくないみたいなやっぱ言っとこうみたいな、やっぱ言っとこうみたいな情報出てますからね。まあいろんな思い、どうでしたハギちゃん、いや語れるね思い出があるっていいですね。あるやろにないのよそれがね、ハギちゃんもプレゼントはお芋さんと大根さんでしょそうですね、ほぼ変わらないと思いますそんなに、違うでしょうでもとねえ、うん、いやでも本当にあのイルミネーション見るとちょっとやっぱ昔思い出しますよね、ねあんまないけど思い出は、昔やっぱ行った時の思い出ってことでしょ、うん、やっぱあるでしょそりゃ、そんなないですよね。でもリアルに俺オババーズのなんか昔が良かったって気持ちはちょっとわかるからね、なんでなんですか、なんかあったんですか、だってまだみんなほら独身、あごめん独身忘れてました感じに自由じゃんイルミネーションとか見に行けばいいわどんどん、で今が一番楽しいですけどね、昔が良かったってあんま思わないですね今は、ね、分けたいよそれ分けたいよ、びっくりするわねえ、まあ、本当楽しんでね、楽しんでらっしゃいましたね、ここで言わせた、イルミネーション一緒に行けんちゃう、なんでごめんねバイト違うバイトでやろ自分がバイトやろ僕もバイトです違う理由やと思うよ多分ねはい、ということでね、以上オババズの勝手に地元 PR でした。さあ CM の後は今日のプレゼントのおさらいです。何時までやとバイト、11時、でも明日はないやろ。